どうも、影やんです。今日は2021年5月28日金曜日、金曜日の朝と朝の空、晴れるんでしょうけども、ちょっと曇りの感じの晴れのかなという感じです。今日、金曜日なんで僕は1週間のスタートということとですね、ちょうどこういう野菜作りをこう始めて1年が経ったということですね。1年が経ってですね、これから2年目に入るということですね。今日は晴れていて、こう光が結構当たっている状態です。葉っぱが続々こう生えてきている感じでね、順調に育っているなというふうに思います。こちらのキュウリの方もね、結構順調に育っているかなというところです。そしてこちらが、こちら唐辛子ですね。唐辛子、花が、咲いていて、それがどうなるんでしょうかね、ここからね。なんか実が出てきてるような感じ、これどうですかね、出てきてるような感じもあるんですけども。そしてこちらがナスということですね。どうでしょうかね、ナスもまだ花が咲いてる感じはないですね。これからでしょう。そしてこちらがキュウリですね。キュウリ、これがかなり期待してるんですけども、どうでしょうか。今のところはキュウリの実みたいなのはないですね。ということで今日から、2年目に入ったということです。野菜作り2年目ということで、僕はもう今日は張り切って、仕事をしていきたいというふうに思っております。ということで以上です。ありがとうございます。